やっほー、ブンブン、こんにちは、吉岡です。ブン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 、はい、すいません、おふざけが過ぎましたけども、昨日のトラブルですね、エンジンゴボゴボ事件ですね。実は私問題点知ってます。まあ知ってますとか、多分これ、前回はこれでした。というわけでこれを吹いていきます。まずまあ、分解時にね、ほこりが入らないための清掃です、まずは。はい。ちょっとね、昨日の夕方はもう、気力がなかったのと、こういう掃除できるものが、工具は持ってたんですけどね、掃除できるものがなかったんで、一旦帰ってます。でも大体実はやべーとかってね、動画では言ってましたけど、大体頭の中でまたあれかっていうのは予想がついていました。演技力素晴らしいね、吉郎ちゃんは。というわけで今日は、昨日持ってた工具ではあるんですけど、工具をまた持ってきました。どういう風に直すか、要は、あれをね、分解するんですね。はい。燃料の入り口が悪い。ちゃんと燃料が入らないのが原因なんで、こういうものを使って、ホースを外して、これを止めて、で、中、そのホースの、前はね、ホースが突っ込むところの、ホースの突っ込んだところの一番先、をラジペンでピュッとやったら藁が出てきました。っていうのをこれから、やってみようと思います。またまたね、スマホに電話じゃないや、カメラに電話がかかっていて困ってますけども、ちょっと、それをやりながらまたやってる動画を撮っていきたいと思います。バイバイ、吉岡でした。